サスペンス劇場凍えるキリン。三枝陽子は夫の武雄と共に函館で喫茶店を営み平穏な日々を送っていた。だが北山亜希という女をアルバイトで雇った時からその平穏な日常が微妙に崩れていく。折しも近所のマンションで起きる殺人事件、それらは陽子の知らない夫の過去を暴いていく。主演田中芳子、脚本金子成人、音楽大谷和夫、監督村橋秋夫。この番組は花王、時場薬品、山下長屋梅酒、丸宮食品、堺引越センター、鈴木、日本製粉、レオパレス21、山佐醤油の提供でお送りします。仕事した方がいいですよ。札幌から？え、どんな様子かなと思って。ありがとう。大丈夫ですか？この先待つわ。ここであの人を待ちます。あのキリンみたいに首を長くして。出窓に三頭のガラスのキリン。あ、え、兄貴の店倒産しました。そう。アキが入ってくる。あら、店員募集の広告を見てひょっとしてって思ったけど、やっぱり来てくれた。はい、今からでもいい？はい。じゃあこれをあちらに。コートを脱ぎコーヒーを客席に運ぶ秋。お待たせいたしました。笑顔で見ている陽子。窓辺のガラスのキリンが日の光を浴びて輝いている。主なキャスト、三枝陽子、田中芳子、その夫武雄、根津甚八、北山亜希、遠野奈美子、増方淳二、宇治木剛、増方喜一郎、中丸信章、佐島徹、由江武幸、国松刑事、新勝利、吉野刑事、小林昇進、その他の皆さんでした。この番組の案内役、アイパートナーは私、石丸ひろやでした。火曜サスペンスに学習、町の医者大山淳、輸血ミス。私はあんたのせいで死んだんだ。輸血ミスによって知らされる意外な過去。先生にごめんなさいって言っといてくれって。先生は卑怯です。大山先生はね、根っからの町のお医者さんなの。診療所の医師がすべきじゃないでしょう。
2月13日夜9時3分。この番組はメナード化粧品、陽明酒、小林製薬、タカラスタンダード、マルコメ、白子のり、大和証券グループ、ブルボン、羽衣フーズの提供でお送りしました。